welcome to the global philosophy of religion project at the university of birmingham led by professor eugen nakasawa we at closer to truth are pleased to participate today we explore the philosophy of shinto japan's traditional religion toji komata professor emeritus at kyoto university is an expert in shinto and other asian traditions his work spans Japanese thought history, folklore, philosophy of religion, and comparative civilization. He plays traditional Japanese musical instruments and writes Shinto songs and poems. He has climbed Hiei Mountain 723 times as a practitioner of Shugendo, a Japanese syncretic religion drawing from folk religion, Shinto mountain worship and Buddhism.

ののの滝の滝を受けているお坊さんの姿がありますこれは、えー、文学商人といって平家物語に出てくる日本一の荒帽子と言います。でその荒帽子が那智の滝から、えー、水を受けて修行しているんですね。そしてそこの水というのは神でもあり 仏でもあるというようなその信仰に導かれていますつまりここはあの神仏集合の聖地であって神と仏の両方がその場所に追わすというふうに考えられています神道は日本の風土というものに依拠しているのでこの日本独特のこの自然とか 風土抜きにして神道はないですからその場所に規定されているということが最も重要な要素で日本列島の風土の歴史と人間の営みの歴史というものが重なりながらそこにおける宗教生活というものが1、えー、万何千年かにわたって、えー、維持されてきたその集積が神道というものだと考えられます。 So let's move on to uh, appreciate Shinto as a philosophical system, which is the core of, the, of our global philosophy of religion project. What are some of the core concepts? Just an overview, because we'll deal with a lot of the details later. Uh, what is the main areas, the topics, the questions? 仏教の最も重要なキーワードは「無常」というものですね。で「無す非」っていうのは神聖なエネルギーというものが生成していってそしてさまざまなものを生み出していく根源的な生命力とか生成力を指す言葉そういう「無す非」の神というのが、えー「古事記」の冒頭の中で2番目3番目に出てくる 神様ですでこの「無数非」というのが具体的に神道の一番根源的な神イメージというものを表していて仏教の無常というのは正々変化する時の消滅の方消えていくっていうのか、えー、その消滅する形の方にウエイトが置かれていると思いますが「無数非」っていうのは生み出されてくる部分ですね。 そこに焦点が当てられてどちらも変化するこう姿ですけれどもポジティブに生み出されているものに焦点化しているのが神道で仏教の方はその消えていくものがあるからその消えていくものに対して執着してはいけないよという思想ですね。で神道の方は生み出されてくるものを褒めたたえましょうとめでていきましょうと大切にしていきましょうという思想です。 That's very interesting, and now let's get into some of the, the details. But before I do that, I have to ask you the significance of your climbing Hiei Mountain 723 times. What's the spiritual significance of that? As I said earlier, Shinto, the most important thing is the place. And in that place, the source of the sacred power is manifested. So, for example, 山になり森になり様ななな森の多様な生命になっていきますそういうさまざまなその生命のいろいろな形の中に神とか精霊とか魂というふうなものの働きを見て取るそういう意味では自然の中に神とか精霊の姿を見いだしていくという思想が神道の根幹をなしていると思うんですね。 そこへ私は行ってこれはあの海から取れたホラ貝ですがそのホラ貝を持って行ってですね。うんうん まあこのようなホラガ貝を毎朝吹いたり山に入っていく時にそのホラガ貝を吹いてこれは海で獲れた響きですけれど海で獲れたものの響きを山の精霊に向かって挨拶をしたりまた感謝の祈りを捧げたりあるいは魔的なものをこう払ったりさまざまなエネルギーというふうなものがそのまま純粋な形で神聖に 立ち現れることをこう呼び出したりさまざまなそういう意味合いを持っている儀式というふうなものがあってそれはあその神道における儀礼や仏教における儀礼そういうものが混じり合いながら修験道という形で、えー、日本に定着してこの <laughs> ほら貝も修験道の中で一般的に用いられるんですね。 でそういうものは、えー、先ほど言ったように日本の森の信仰とか場所の精霊というふうなものに根ざしたものなので、えー、これは一番重要なあの結日の力の発言その結日の力の発言が具体的に比叡山の神様として現れたり比叡山の神様が、えー、実際に、えー、仏教の薬師如来という仏様としてあらゆる衆生を 薬を持って癒イヤシテイグトユニーウケトメラレテソコニー、ホンゾンドイセエンリャクジニー、マスラレテイルトユコト The first part of our discussion of the existence and nature of gods in the Global Philosophy of Religion project d e a l with the existence of God or deities. Shinto's theme centered around the concept of kami, of often translated God or gods. 神の内実は多様なんですね。でも神というのは一つの包括概念なので、あらゆるものが神という、うん、このフォルダの中に、 一つの多様な神々のファイルというふうなものを含み込んでいるような形になっています。ですから例えばあ「大物主の神」とか、えー「風の神」とか「九九の地の神」とか「えー、わだ摘みの神」とかでいうと要するに「海」という具体的な霊性っていうのか 海という形で現れる霊性、あるいは山という形で現れる霊性、風という形で現れる霊性、そういうふうなものをすべて包み込んでいく根源的な神聖エネルギーのまあ神というふうなものをこの神という言葉で包括しているわけですね。ななので、えー、多様な フォルダの中あ多様なファイルが1つのフォルダの中に包み込まれていると。で800万、やをよろずの神々が1つのフォルダの中に包み込まれていると。ですから1つのフォルダは全体として神と言うけれど、その中に本当に多様な800万の神々っていうのが。 ファイルとしてて包み込まれているじゃあそのファイルは何かというと具体的なその自然の中に働いている機能している具体的な多様な神聖エネルギーの表れということになります。でもそれを動かしていく根源的な力っていうのはあの名付けようもない何か大きな力なんですね。その名付けようもない大きな力の総合総体を神っていうふうな形で言い表したっていうことになります。 ですから神というのは最大のフォーカス包括概念でそういう意味では西洋のゴッドとも通じるしまたその中に精霊的なものを含み込んでいるそれが仏教の,あの論理が日本の中に入り,入り込んでくると一即た神が一,一つであり多様であるというような意味合いを持ってきてそれをあの近代の 神道の宗教家の出口鬼三郎というのは一つの巻物にとら例えましてね一つの巻物をこう開いていくと巻物を開いていくといろんなものがそこに絵が描かれたり文字が描かれたりしているとだからそこの中は多様でパナノマのようになっているだから矢をよろず的になっているでもその巻物を全部巻いてしまうとこれは一つになるとだから巻けば 一ン、開けばバー、タシン、うソうヨナ、イチ、ソクタティコト、ヒトツノ、マキモノデ、セツメシマスガ、ワダシノイカフォルダとファイルの例えで今話しました。When you talk about the different kinds of gods within Kami,、um, is the same word appropriate? I'm looking for a way to understand the substance of the different elements. And so in English, for example, we'll use gods or spirits or supernatural forces or other kinds of non-physical essences. Is that appropriate? Or are all the elements within kami of the same kind or are they different kinds of non-physical things? Kami to mono you motte その前に名前があって、例えばあ中澤さんの場合は、えー、中澤なんとかさんというお名前があって、その名前にい、まああえー、丁寧になんとか様と言いますよね。中澤なんとか様というふうに言うと、その様に当たる部分が神様になるわけですね。だから、いろいろなものの中に申請というのがあるので、その申請を、 包括的にに神という,ふうに表すわけですですから神は包括概念であるでそれに対して個別な精霊的なものを表す概念も多様にあるということですね日本語の中に。それを細かく言うと「ち」とか「み」とか「もの」とか「鬼」とか「みこと」とかそういうようないろいろな言葉があの含まれているんですがそれはある種精霊的なものをこう意味したりするわけですね。 しかしそれらを含んで全部神というふうに言う場合はその包括するえ大いなる力というか大いなる結びの働きというものを感受する全体性を表すわけですね。ですから先ほど言ったように神は多様であり一というふうな考え方がどこかであるということです。 You mentioned that there are eight million uh, um, elements within kami, uh, gods or spirits. Is that number meant to indicate an innumerable amount that we don't even know how many, or is it intended to be an absolute uh, determination that there are exactly eight million? Eight millions. ーズとかというふうに訳してしまうと西洋の人たちはびっくり仰天したり笑いだしたりすると思うんですよね。そんなに神様を感情できるのかとで古事記の中にも「日本書紀」という日本の最古の古典の中にも800万八百万という神が全部名前を記されているわけではありません。 だから800万をカウントすることはできない。でもカウントすることができないぐらいにたくさんの神々をこの世界はあ表しているというかあ、こう、権限させているというふうな感じ方がとても大事であると。だからいろいろな神の表れ方があるのだとで。それは無限であり、多様であり、 様々な変幻というふうなものを含み持っている。それに対して畏怖畏敬の念を持って、謙虚であれというふうなことが神道の中で最も重要な態度であると思いますね。ですから、神々に対して。かしこみ、かしこみ申すというのは、その大きな力に対して。ええ、こう畏怖畏敬の念を抱く。というふうなことを常に。ええ、祝の中で表現するっていうのも、そういう。 so let's think about the kami then uh, in terms of the characteristics so i know shinto considers nature sacred and finds kami everywhere in nature that's part of the point the kami of trees and rocks and mountains uh, so is everything in nature sacred and inhabited by kamis or or um, derived from kami's or 特定のものにも神は宿る人工的に作ったものの中にも神というか霊性は宿るあらゆるものの中にこう霊性的なものが宿って それをおこう感受することができる、まあ、こういう考え方は根本にあると思うんですね。これは私が海から拾ってきた石ですね。その石は自然に穴が開いているんですね。この自然に穴が開いているものを今から5,000年前6,000年前ぐらいの人はえあの縄文遺跡という遺跡から こういういものが発掘されるんですけど吹いていてたんですよこれは何でかっていうとこの石を通してですね、えー、何かあの違う石だけではない精霊というのか、えー、その何,何らかの精霊霊性というものが働いて それを息を息吹き込むことにによよってこう化学反応のように何かを生み出すことができるこういうふうなものの中に神秘とか神聖なエネルギー先ほど言った無数比の働きっていうふうなものを感受するような心があってですからそれはあらゆるものの中にあるわけですね木の中にも泉の中に水の中にもそういうふうなあの反応させるものはす、まあ、全てのものの中にある。 でそれを見出す心があればあらゆるものが神になるというふうにも言えますね。でそういうあのセンスオブワンダーというのか見え感受する心というふうなものをまあ,あ神道では大事にしてきたということですよね。ここに一つあの例えて言いますね。これはあの竹ですね。曲がっていますね。でこの竹をですね これを作った磯は山に入ってですね竹林の中でこの竹を見ました竹は生えていたところで曲がったまま生えていたでこの竹を見てですね竹に問いかけたこれを切ってもいいですか切って笛にしてもいいですかで木がいいよ竹がいいよってあ,ありがとうございます ではそれを切ってきてですねこれはその笛を作った人が笛にしてくれたんですねそれを私は毎朝起きます <noise> こういうようなことが、えー、そのこれは普通山に生えていた竹じゃないですかその竹を彼はこの竹そのものに聞いて でこれを切らせてくださいと、いいよと竹がいて、それを大切に一本一本、あの、えー、無駄にせずに、あらゆる部分、無駄にせずに、彼は、えー、木にしました、たあの笛にしました。そこで、ここに石というですね、一本という、石というこう焼きごてというか、彼の名前をね、ここに石って入れてるんですが、それはすべてのものを、一なるものを,を無駄にしないということですね。 ですから曲がったものは曲がったまま笛にする。で普通まっすぐにするんですよね。笛はほ多くの笛はまっすぐな笛なんですよ。でも自然に生えているものはいろんな形があるので自然に生えているものを無駄にせずに一つ一つの中に働いている精霊というか霊性というものを彼は大切にしてこのような笛を作って私は毎朝これを にに向かってて吹いいいるととうことになりますそういうふうな営みの中に神道の心というのはあるということだと考えています。That Uh, eight million or, or however large number are those um, instantiations um, uh, are they representative of a of a generic power or a consciousness with other asian religions would have there to be a cosmic consciousness and then different different examples of that but they don't have um, individual uh, thoughts or intents like like persons or the way we think of god so how do we think of kami are they are they individual uh, centers of intent and will or are they more of a of a of a representation of some broader consciousness in reality kami no araware wa tayouna node tayouna katachi de jinkaku o motsu katachi de kotomo koto mo areba hijinkakutekina katachi de araware koto mo aru 様々さまざまな形でそのすひの新鮮エネルギーというのは現れている。例えば、えー、日本の神の代表的なものに、北の天満宮とか天神さんというのがあります。天神さんていうのは、菅原道真という人間です。それから日光東照宮とか東照宮という神社がたくさんあります。そのの東照宮に祀られているのは徳川家康という 戦国大名から徳川幕藩体制を作り上げた聖大将軍ですこのように人間を神として祀ることもあれば自然のこう風とかあ水とかそういう,こう本当にあの人格的意志を持っているかどうか分からないけれど、えー、何かあのその自然の大きな力として働いてくるようなものを 神としても見ているので、えー、その、非人格的な神もあれば、人格的な意志を持って、この世に関与していく神もあり、神はまさに多様でリ、カ自在な形で現れているというふうに考えているということです。Is there a hierarchy of kami? Are some kami more important, more superior, more powerful than others? あの神道の歴史を,を具体的に見ていくとそのような神の核というふうなもの神核のですねまあ一種こう階級というかハイアラーキーみたいなものをあの朝廷つまり天皇を中心にした体制が付与して例えば小1位であるとかあるいはえその うんえー、大きい角を持った神であるとか中くらいの角を持った神であるとかあの小さい角、えー、の神であるとか、まあ、そういうふうに大中小とかですね、えー、そういうふうに、えー、こう分類したことがあることは事実です。 でもそれはあ,のある一つのこう権力というかその神々をこう政治的にどういうふうに利用するか治めるか神々の,その政治的な支配という,うなものとも関わっているのでその神の劣格化というかあの格付けというのはある種その政治的な意図というものがある。 だからその時々の政権なり朝廷の意思あるいは朝廷の中で何らかの理由があってこの紙の格付けを上げようというような朝廷内の意思があった時にはその紙のあのランクが一歩上がるとか例えばお稲荷さんの紙のランクが高くなるとかそういうようなことは起こっていますね。だからそういうい意味では ある種、伸縮自在のよううなとととこころもあるということですあの政治的な意図によって変化させられることもあったということですね。例えばですね、あのうん、今大きい津波がやってきたとか、あるいはもう火山が爆発したとか,でその火山のかあの、火山そのものが神様というふうにも考えられているので、 大きいその荒ぶる力でさまざまな被害をもたらしたりした時にはその火山の神様を鎮めるためにですね丁寧にお祭りするその神を丁寧にお祭りする時に神の核を上げるとか神のお力をより称えるとかというふうなことは現実にあったのでその自然現象として現れてるものの中に神を見る場合に。 神の神の荒ぶる力というふうなものを鎮めるために神の格を上げるというふうなこともありました。In Uh, it seems like those discrete classifications uh, are not appropriate to put one of those on Shinto. So, how would you uh, uh, articulate the, the, the way of thinking in Shinto with Kami with these discrete classifications we use in Western philosophy of religion? それから文化人類学者などは、えー、そのいわゆる宗教進化論というふうな枠組みをこう排除して神道の中にアニミズム的な要素やプレアニミズム的な要素マナイズム的なもの要素そういうものを見いだす文化人類学者もいますそれから神道学者の中には えーまあ、一神教徒までは言わないけれど例えば吉田神道という神道は唯一草原神道という自分たちの神道の独自性を打ち出しているのでその神道の神は大原神大元の神唯一なる神,な神に神全部含まれていて。 この一心の中にあらゆる神々は全部含まれているこういう神格を中心にして打ち出したあ吉田神道というものもあるのでまさにアニミズム、反神論、反神論といいいう言い方をすする人もいますね。特に遠藤周作という文学者はあの日本の神の信仰を「反神論」という言い方をしていますね。ですので「えー、アニミズム反神論多神教」 唯一信とそういうさまざまな言い方がなされるので、えー、外から見ると混乱されれるかもしれませんねでもそれは全て間違いとは言えないってことですね。ピタッと合ってるかどうかはねその立場立場で変わるでしょうけれどそれ,をそれらを間違いとは言えないと。 i think that's a very important point and that is one of the objectives of the global philosophy of religion project is to show different ways of thinking about the, the, uh, the nature of, uh, of reality and the nature of belief systems um, that we have an analytic way of approaching things that uh, sometimes is not appropriate when understanding different traditions えー、こう世界の比較宗教的な、えー、こう意義があるとするならばさまざまなその諸宗教の核になるものとあのどこかあこう重なる部分を持っているで先ほどあの神道はね常識的には多神教と考えられてるんですけどじゃあ一神教的な要素が全くないのかといったら。 これはやっぱりああのの難しいんですねあの、えー、日本多くの日本人はどの神社にどういう神様が祀られているかということをほとんど意識しておりません一般の国民はですねだから、えー、例えば明治神宮に行こうが、えー、他のどこに神社に行こうかあの神様がわからないであのお参りする人で結構大勢いると思うんですね。うん ででもその漠然とですねなんか神様がいるという感覚っていうのはこれはいわゆる西洋的な一神教ではないんですけれども何か大いなる力の意地のある力が働いている具体的に多様な神々の奥にさらにそういう大きい枠組みの神,な神聖みたいなものがあるという風な感じ方は多くの国民の中にはあるように思うんですね。 だからその部分をとって考えると宗教哲学的には一神教でないというふうには言い切れないわけですよ。でも現象だけ見ると多神教ですね。でも信仰の内容というかその意識の内容あのそれを感じている国民の意識のレベルでは多神教なのか一神教なのかよくわからない部分を含み,で含み込んでいるということですね。そして同時にそれはアニミズム的な要素でもあると。 反ン論的でもあるというようなものがすべてが重なり合っているというふうに言えます in the history of 先ほど言いましたように古事記の中に 日本の一番最古の物語の中にさまざまな神々が表現されかつですねそういう神々が日本のさまざまな神社の中に神として表現され祀られてきているので、まあ、そういう意味ではあの神道というのは神の概念というのは非常に具体的に人々の生活の中に溶け込んで あるとということですよねですのでそれはあの哲学的というよりも生活文化的に、えー、神のおこう観念なり神の意識というふうなものを感じ取ってきているのでそのお神の意識の中ではいろいろなものがあの神になっていく。でその神の神感じ方 あのセンス・オブ・ワンダーというのを例えば本居宣長という人がこれは日本の江戸時代の17世紀から18世紀にかけての国学者の中でも最も有名な人物ですけれども、えー、紙の定義をしてその紙の定義が割と有名になっているんですね。 で神はその自然界、まあ、古典の中に表現された神もあればその自然界の自然として現れて,ている神もあればさまざま鳥獣動物のような形で現れているような神もあればそれらの中で特別にああすごいなと思われるようなもの,あの賢きものが全て神にこうなっている。そそして、えー、その彼はですね そういう日本人の心は一体どういうふうな心なのかというと、えー、四季島の大和心を人とあば朝日に匂う山桜花というふうに言ったんですよ。でその山桜の中にも神がいるという感覚を歌ったと私は考えているんですね。四季島の四季島っていうのは大和日本という国にかかる枕言葉ですが日本人の四季島の大和心つまり日本人の心っていうのは一体何なのかっていうことを 尋ねて質問されればですね私はこう答えましょうとそれは朝日に匂う山桜の花ですよと朝,日の朝日がさっと咲いてきて山の中の桜がほのかに朝日の中でふっとこう香り立ってくるような瞬間の中にも神聖や神っていうものを見いだす心っていうものを元織長はそのように表現したと思うんですねそれをを感じる心を彼は もののあわれを知るというふうにも別の言い方で表した。こういうのが、あのトウの中にあるセンスオブワンダーだと these capabilities、uh, In Shinto, it sounds like it's more important to, for ordinary people to to be in tune with nature or to feel this experience, as opposed to special religious people who uh, who who have these mystical experiences and then can uh, uh, indirectly through a through them we trust them because they've had the experience and therefore I believe. 日本の和歌歌集の中で最も重要な歌集というのは、uh, 万葉集と古今和歌集というものだと思うんですね。で、万葉集というのは、えー、たくさんのその人々の四千五百ぐらいの歌を集めてさまざまな種類の歌があります。 えー、そで、えー、10世紀の初めに「古今和歌集」というのができたときに「古今和歌集は」は全て短歌で1,111、まあ、11あるわけですね歌が。でその「古今和歌集の」の歌の哲学というものが「彼女」という形で木のつらいきという人が書いています。 その中にどういうふうに書いているかというとまさに歌の中に日本人は神秘を経験できるんだということを書いているんですね。神秘体験というのは歌を読む、歌を読むところにある。で、例えばこういうふうな言い方をしています、えー。生きとし生けるもの、いずれか歌を読まさりける。つまりこの世界に 生きていいるるものはんん歌を読んでいるんだ人間だけではない鳥や獣やあらゆるものが歌を歌っているんだその歌はですね力をも入れずして雨土を動かし目に見える鬼神目に見えない神霊的存在目に見える鬼神をも哀れ感動させるですね哀れと思わせる男を皆の男女の 中尾も和らげたけもののふの心を慰むるは歌なり荒々しい戦士の心を穏やかにするものは和歌である例えばその歌の中に、えー、そのさまざまな現象の中に現れる神秘というものを表現し感受することができるあるいはそれが、えー、近世になると 松尾芭蕉であるとか与謝の武尊などのような人たちによって俳句としても表されてきたのだ。だから和歌とか俳句を通して日常の中にこうそれぞれの神の体験というか神秘みたいなものを生活の節々の中に感受してきたっていうそういう文化があることは事実だと思うんですね。お茶ののののの文化の中にもももそそれはあると思いますし能ようなものもその 神とか仏っていうものがよく描かれているのでそういう芸能とか芸道あるいは剣道とかですね柔道というものも神を祀るところから神を拝むところから始まるのでその柔道とか剣道という技の,技の習得の中にも神を感じるトレーニングっていうのがやっぱりあったということだと思います。 i think that's a very important contribution that shinto makes uh, in terms of the global marketplace of, uh, of religious thinking um, so how then can we understand religious diversity uh, does shinto consider that all religions worship these kinds of kami or gods but that shinto itself has a perhaps a, a deeper understanding of how it really works そもそもあの地球そのものが神だと思っていると思うしこの天体そのものが神だと神道では考えられていると思うので星もですね惑星も太陽もあらゆるものが神というふうなこと,ことになっているので地球上のさまざまな多様な地域それぞれの国々それらにも国の神様土地の神様そういうふうなものがいる、えー、存在する。 そういううい認識だと思うんですねですから多様であるということは前提であるけれども多様として現れ出てくるムスヒの根源的な力っていうのはもっとこうあの一つかもしれない、えー、もっと大きい流れかもしれないあの老僧、うん、思想的に言うと「他を」「どう」みたいなものかもしれないそういう こう大元みたいな大元っていうふうなものがあってその大元から来るところのエネルギーっていうものがさまざまな地域のさまざまな神にも現れているだから砂漠の神もあれば海の神もあればもう本当にあの多様に神は現れて出ているなので、えー、そのグローバル時代の中のその神道の意義っていうのはグローバルであり同時にローカルで 多様性を持ってててていいいいいるるるるるととととううううもののにてににに浸透すすかてにつなが思思想として神の神観念神概念概はあるというふうに言えると思います In assessing the traits of God or deities in our Global Philosophy of Religion project, one of the critical questions we ask is Is God, as the belief system has it, a person? In the sense of having personhood features like awareness, intent, and will, and uh, for example, in Hinduism there are many manifestations of God, and they are clearly persons. Whereas in Buddhism, as we know, that's not the case; that the ultimate entity is not a person. It sounds like in Shinto, both are, are 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 the case that there are expressions of kami which are persons, and expressions of kami. 神をレイの四つの局面から考えているというのがあの古典の中から見る信道の霊魂観念、神観念だと思うんですね。それはあらみタマ、ニギミタマ、サチミタマ、クシミタマという四つの 玉、ね、っていうのはあの霊性とか魂霊魂というふうにまあ言えると思うんですがそれはですね、えー、非常に荒々,し荒々しく発動するう魂もあれば、えー、非常に和らぎを持って恵みをもたらしてくるような優しい魂もあれば それが非常にこの幸せをこうあの導いていくような豊かな幸に幸福につながっていくような魂もあれば非常に神秘的にこう現れ出る魂もあればいろいろな魂のレベルがあるとそして神というのはあるいは魂というのはそのような現れ方をさまざまな局面局面でですね あのアスペクトというのがスペクタルというのかそういうふうなものをこう多様に表し出しているんだとだから善悪というような切り口ではあの神道の神をあの言い切れないということですよねその荒み玉として神も発動するところがあってそれを荒み玉として発動したら人々に被害を与えることもあり得るということですよねでそれは その自然の神も荒美玉としてあ現れてた場合は台風になったりですねあるいは大雪になったりあるいは火山の爆発になったり大津波になったりすることもあるので荒美玉として発動するときにはさまざまな被害の局面を人間世界にもたらすことはある。しかしかそれが1回去ったらですね そのの荒々しいものを火山の爆発にしてもミネ,ラルなミネラル物質を世界中に撒き散らしているようなものであり大津波はですね海の底をきれいにそこからあの攪拌して洗いざらいリフレッシュしてそして復活する活性化する力があるのでさまざまな恵みを次にもたらしていくわけですよね。ですので荒み玉とにぎみ玉というのは相反するようで オタガニコ、インターフェースし合っているというか連動し合っているこういうイテルノデ、ゼンアクトゥユリンリテギ、ドトゥクテギナ、ハンダンデワ、コ、イチギニワイそういう考え方を持っていると思います。How does Shinto deal with what in the West or Abrahamic religions we call the problem of evil? Because if we have a God that's all good and、uh, all powerful, 先ほど言ったように全悪で考えないということですね。で、あらゆるものは2つのこう、あみ玉とにぎみ玉という2つの局面を持っている。なので、えー、それは全悪ではなく、うん、2つの局面として現れるものは入れ替わる。まあ、こういうふうに考えているということです。 How would we compare Shinto with what we call perfect being theology in the West, that uh, God has all these maximal qualities of uh, all power and all knowing, all present, always existing? Have, for example, have kami um, uh, gods uh, always existed or did they somehow begin to exist at some point? でえー、人間のこのサカシラ、人間の知恵を超えている基本的にはそういうような、えー、神、それを、チハヤブル神、もう大きい力を発動させてくる、根源的な力。そういう存在だというふうに、チハヤブル、神として捉えているということです。In Shinto, did Kami create nature and create all reality? 神は世界を作ったというだけではなくて神話に基づくと日本という国はイザナミという女神から生まれたと出産したということになっているのであの何かですねえこう作品を作るように作ったというよりももっと生々しい 神々が出産するような行為として島々が生み出されてきたというような物語も持っているわけですね。なのでその,その神のクリエイトというものはクリエイト自体がいろいろなこのフェーズレベルというふうなものを持っているというふうに言えると思います。

あの人間に振り振り向けるとということもあります例えば木を切るとですねこの古くから1万年あるいは5,000年そういうふうにこうずっと生い茂ってきた木を切るとたたりがあるとかあるいは大きな古くからある石を動かすとたたりがあるとかそういうふうなのはその古くからあるその土地の主のような霊が 勝手に人間の計らいで知恵で、何かをしようとしたら、あのそのシゼンカイノ、モトオキナ、エネルギーを持って、人間を罰するというか、人間それは違うよ、お前のやってることは違うよというふうに、悟すそういうふうに理解するような文化があるということです。How does Kami relate to the individual person in terms of? Life after death, what happens after we die? Some religions use a salvation concept in Western religions, Eastern religions use some type of a liberation after various cycles of reincarnation. So, in Shinto, how does kami relate to the process? What happens to persons after they die? あの死後の世界があるっていうのはまあ基本的な考え方ですね。じゃあその死後の世界っていうのはどこにあるのかとかどのようなものなのかということは神話的な物語の中では多様に描かれているのではっきりしたことは言えない。だけども神道をベースにして、えー、神学的な営みをしてきた人たちはそれは例えば大国主という神様が えー、霊界の神様のお、まあ、いわばあ統治者としてさまざまなその死者のお生まれ変わりというふうなものをはからって、えー、それぞれの地域からまたあこう子供として生まれ変わらせるみたいな考え方をした神道学者も出てきます。ですのではっきりとしたあの古代から一貫した他界観死後観 あるわけではない。そこはちょっとあいまいであると言います。と同じであるかどう reincarnation and karma, which plays a role obviously in Hinduism and Buddhism to different degrees, do those play any role in Shinto? あの人間が人間として生まれ変わってくるというふうな考え方はある程度さまざまな歴史的なテキストであるとか歴史的なその文様あの土器である土器に描かれた文様であるとかから推測できますが人間が他の生物とかあの植物とか生命体とかですね にこう生まれれ変わっっっったたととととととといいいいうふうううふなななこここははははははけどどききりりコンセンセサスとししててあるかかの言えません In Shinto, what is ultimate reality? This is a question we ask on Close to the Truth, and we frame it in the concept of what exists, which means what are the fundamental non reducible categories of reality? 存在の根源は先ほど言ったように「無数非」ですねそしてその「無数非」をどうするかっていった時に人間に託された使命は修理・個性せよということですね修理・個性っていうのはこれをあの日本語大和言葉で「作り・固め・納め・なせと」と修理はあのあの修理する修理工で個性っていうのは固くなすということですけども あのこれは古事記の中に出てくる言葉ですが人間に与えられた使命というのはその無数の力をうまく修理・個性しなさいと。でその修理・個性をするというのがこのよう持続可能な形でどうやって維持できるのかという問題になると思うんですけれどそれをすることができるかどうかあなたたちに託されているんだよということになります。In into, what is causation?

まあ少なくとも三つのレベルの因果関係が折り重なってあるというふうな考えだと思います in shinto what is the essence of ancestors are those people from the past that are now、uh, have become kami、uh, do they have kami characteristics 先ほど言ったように、神は多様に現れるので、先祖として現れることもあるし、先祖は神として祀られることもある。しかし、それにとどまらない。神はもっと大きい、多様な形で現れて、根源的な存在でもあるので、先祖はそのワン・オブ・ゼムである。You present Shinto as based upon this primal essence or force in reality. Other religions, Eastern religions would have a describe that as a cosmic consciousness. Western religions would have consciousness as uh, the creation of a god, which is the the, the primary essence. Uh, so in in Shinto, how do you relate this primary essence uh, to consciousness? Um, is consciousness derived from that essence or is consciousness somehow is the essence? あらゆるものが無数比の根源的なあの力から現れ出てきているので意識はその中の一つの局面というか現れに過ぎないし魂もその一つの現れであるし物質身体体というのもその現れであるだから多様な形でその無数比の力が現れ出てくるそれらすべてを包括して動かしていく根源的なエネルギーというのか 根源的な働きですね根源的な働きっていうものを結びとして捉えているということです What is the relationship between Shinto and other Eastern religions particularly Buddhism?、Uh, are there、uh, some gods from other religions Buddhism, potentially Hinduism that are k a m i gods within Shinto? And can we,、um, can can a an adherent of Shinto もともと神と仏っていうのは対極的なぐらい違っていたと神っていうのはその存在そのものの働きであるけれど、えー、仏っていうのは人間の苦悩を脱したつまり煩悩というものを消滅させていたある種より人格的に完成された存在を仏だっていうふうに言ったわけですね で神っていうのは完成されようが完成されていないであろうがさまざまな局面でさまざまな形で現れているものでありそのブッダとはあのだいぶ違う性質であったしかし日本ではですね、えー、仏もまた神の現れであり神もまた仏のおこう 現れであると両者がインターフェースし合うようなことが生まれてきた神仏集合という形で生まれてきました、まあ、相互補完するようなものとして神道と仏教が抱き合わせになったということがあの日本の風土の中で矛盾なくというかごく自然に維持されてきたというところにまあ あ私はあの日本的特色というか日本の,あの風土がそういう力を持って、えー、神と仏をより近づけたというふうに思ってるんですね。まあ、文化変容したとでそれぞれの国に例えばインドにおいたらヒンドゥー教と仏教が結びついている局面もあるし、えー、中国では道教と仏教が結びついていくところもあるし日本では神道と 仏教が非常ににに密接に村原のものとして裏表のののもとととしてよううなな形で,です、ね、抱き合わせになったいこ Professor Kromata, we really appreciate your participation in the Global Philosophy of Religion project. We at Close r to the Truth are really thrilled to present you and present Shinto as a uh, 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 a fresh way of understanding、uh, some of the issues that we all この時代にこういう機会を与えられたことも私にとっては神の恵みだと思っていますのでまたそれは同時に地球の声っていうのか今の時代の時の声であり地球の声であるように思っているので皆様の質問に非常に共感しつつ 考える機会を得たことを心から感謝しています。サンキュマチ